さあ今月も静岡親子劇場にやってきています。事務所なんですけどもね、非常にこう天気も良くて、今日はいやなんか静かな感じは今するんですけど、車がちょっと通ったりとかっていうのもね、はい、聞こえる、そういうね、事務所の中で、今日はお話伺うんですけれども、高橋さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今月も、まあ、先月とね、結構同じお話もしていただくことにはなると思うんですけれども、いよいよこう近づいてきている舞台あると思いますのでお願いします。はい、まず7月1日日曜日に行われます、カワウソ三兄弟についてです。はい、これは1歳から5歳のお子さんが対象になります。で、先月も少しお伝えしたんですが、カワウソ三兄弟という絵本がありまして、はい、北海道の旭山動物園に25年間勤められて、カワウソが大好きな阿部寛さんという方が描いているんですが、はい、阿部さんは有名な嵐の夜にの、はい、絵も描いている方なんですね。俳優の阿部寛さんとは違うんですね。違います。っていう前じゃありません。はい、はい、で絵本は擬音語と擬態語だけでお話が展開していくんですけども、はい、それを園の演劇集団園っていうところが、はい、やるんですけども、の小森宗介さんっていう俳優さん、はい、役者さんがやられるんですけども、うん、この方は舞台でもミス・サイゴンとか、はい、なんかやられている方でして、はい、で声優としてもナルト劇場版とか、はい、あとなんだろう、スティッチ、はい、ってアニメがあるんですけど、はい、その中のなんかやられてるんですね。おー、なるほど、うん、はい、そうなんですよ、はい、はい、他にもテレビの洋画の、はい、主役の吹き替えとかも、つい最近、ちょっと前ですね、何ヶ月くらい前かな、やられてまして、うん、はい、すごくいい声の、魅力的な声の方です。非常にそれもね楽しみですよね。はい、ね、はいはい、その方が演じてくださいます。はい、はい、ギターの弾き語りをしながら、はい、歌を歌ったりして、はい、展開していくようです。はい、はい、いや本当にカワウソ三兄弟、僕もちょっとインターネットとかでいろいろ調べさせてもらって、はい、で見させてもらったんですけども、いやなんか本当にこう可愛らしいですよね。絵もそうだし、なんかちょっと読みたいなって思ったし、はい、うん、プラスやっぱりその舞台ちょっといや見に行きたいなっていう気がしましたからね、はい、ぜひぜひちょっとカワウソ三兄弟ってどんな話だろうとかっていう部分とかも含めて、はい、まあ、ちょっとネットでも検索してみられてもね、そうですね、うん、いいかなと思いましたけどもね、はい、はい、こちらは、はいはい、静岡が初演になるんですね。そうなんですね、はい、まだ誰も見たことのない、はい、はい、カワウソ三兄弟、おお、はい、それちょっと楽しみですね。はい、日にちが7月の1日日曜日11時開演になります。上演時間は45分、はい、場所は静岡市中央福祉センター大会議室になります。カワウソ三兄弟、はいはい、こちら楽しみにしてください。はい、さてさて、続いてはいよいよ、はい、はいはい、先月もお話こちらもいただきましたが、はい、7月21日の土曜日に行われます、はい、ダメジャン小出ソロライブです。はい、はい、ダメジャン小出さん、はい、まあ、当然ね静岡では大道芸ワールドカップ、そちらの方でもね非常にこう有名で、はい、そうですね、もう静岡だともうなんか大道芸人っていうとこのダメジャンさんの名前が出てくるぐらいメジャーな方なんですけれども、はい、ソロライブが行われるということで、はい、実は大道芸は20年ずっと連続で出演されているってことで、はい、うん、はい、本当静岡ではおなじみなんですけども、うん、その小出さんから実はメッセージをいただいてまして、はいはい、じゃあちょっとそのメッセージを、はい、はい、きましょう。 FM ハイをお聞きの皆様こんにちは。
芸の引き出しいっぱいあれど奥行きないぞ、コメディアンのダメジャン小出と申します。ダメジャン小出、知らない人は覚えてね。静岡親子劇場でのソロライブということでございますけど、私は毎年11月に開催されております大道芸ワールドカップイン静岡に出演させていただいているので、ご存知の方はですね、大道芸人の印象が強いかと思いますが、実は実は東京中心に様々な劇場でライブを行っているピン芸人なんですね。今回の公演、静岡県内にいると意外と気がつかない事柄をトークやコントに、東西に長い静岡をメタンコ切り、ダメジャン小出の時事ネタコントライブ生のステージ、ぜひぜひ親子で足をお運びください。皆様のお越しをお待ちしております。はい、ということでダメじゃん小出さんからのメッセージだったんですけれどもね、なんかパフォーマンスとかを見ている時と、はいはい、こう普通にこう喋られている時とのギャップが結構あって、はい、非常に今なんか結構真面目かなとかって思ったんですけども、ソロライブとかになると全く違いますからね。私ソロライブは自分は拝見したことないんですけども、はい、この間の東京に作品の説明会、2013年の3年度の作品の説明会っていうのに行ってきたんですけど、はい、その時に小出さんにちょっとお会いしてお話をお聞きすることができたんですけども、はい、ソロライブということで大道芸とは全く違う、はいはい、ということなんですね。で半分は地元ネタ、はい、地元のニュースを織り交ぜながら鉄道ネタや、うん、その時々の話題を、難しいことを分かりやすく、難しいことを分かりやすく、はい、分かりやすいことを深くをテーマに、はい、なんと子どもたちへのメッセージも込められているライブなんです、ね、ほー、なるほどなるほど、はい、で小出さんが言うことには、大道芸とは違う真のダメじゃん小出を楽しむチャンスなるほど、また違ったね、はい、いわゆるこっちの方が本当の姿のダメじゃん小出さん。そうなんですよ実は、うん、はい、はい、いや、それが楽しみですよね、はい、結構東京の方ではそうですね、いろいろこうステージの方でね、されているということで、こう静岡でもたまにね、こう大道芸のとまた違ったステージとしてこうね呼んで、イベントとかをされることもあるんですけれども、そういうね普段見れない、そうなんです、ね、僕たちが知ってるダメジャン小出さんと違う、はい、もう一人の、はいはい、本当のダメジャンさん、はい、見れるということで、こう楽しみですよね。はい、はい、で対象は中学生以上なんですね、はい、うん、はい、で今回は中学生以上の方に一般券の販売も行っています、はい、うん、はい、一般券の販売はですね、いつからだっけかな、はい、はい、6月29日金曜日より、はい、発売します、はい、全席指定になっておりますので、お早めにお問い合わせいただけると、はい、ということでね、皆さんぜひぜひこちらの方もね、はい、前売りが、一般3000円、当日が3500円となっているのでね、はい、そうです、はいはい、で小学校 の高学年の方でどうしても見たい場合、はい、対象は中学生以上なんですけども、どうしても見たいよという方はぜひ入会をしていただきたいなと、はいはい、思います。やっぱり入会して見ると他のね、いろんな舞台も見れる機会がありますしね、はい、まあ、そういう意味ではぜひぜひ入会していただきたいなと思うんですけれども、はい、入会はどのようにしたらできるんでしょうか。はい、静岡親子劇場にお問い合わせいただきたいんですけども、電話番号が 054-245-7543、はい、開局日が月曜日、水曜日、金曜日で、月末は25日から30日まで毎日開局しています。で、時間が10時から17時までです。はい、はい、で、ホームページもありまして、詳しいことは開局日なども載っているんですが、静岡親子劇場で検索していただけると出てくると思いますので、はい、お願いします。はい、電話番号054-245-7543、そして静岡親子劇場と検索していただければ、はい、ウェブページの方にも行きますので、詳しい情報、そちらの方に載っていますので、ぜひぜひお問い合わせください。はい、ということで今日は言い残したこと他ないですか。大丈夫ですか。
多分全部言えたような気がします。気がしますか？気がします。はい、盛り込んでますか？はい、はい、多分大丈夫だと思います。はい、はい、ということですのでね、はい、あの本当にあの今月も、場所言ってなかったかな？ダメージャーさんの場所は言ってませんでしたね。はい、時間は言いましたっけ？時間ももう一回言っておきましょう。もう一回言っておきましょうかね。ダメージャー小出ソロライブ、はい、7月21日土曜日、場所はインザライフ。あのトップセンタービルのイベントホールですね、はい、前のね、はい、で開演時間が19時からです。はい、ぜひぜひ、こちらの方もねお願いいたします。はい、はい、ということで今月も、静岡親子劇場にやってきました。今日はお一人だったんですね、高橋さん。はい、はい、ちょっと寂しかったです。いやでもね、あの周り車もちょうどうまいこと通りながらで、ね、なんかあれちょっとさっきまで静かだったのにっていうのが賑やかな感じになりましたけど、はい、また来月もよろしくお願いします。はい、こちらからよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。